っちこっち。この機会にここのことを知るのも悪くないかも。皆様、お気をつけて。ほとんどの人が夢に入って最初に行く場所といえばオーディショッピングセンター。ここの無教ショップはすごく有名なんだ。その他にもいろんなブランド品とか洋服とか流行のおもちゃ屋さんとか、それからカーディーラーまであるの。十分なルーサンコインがあればどんなものだって買えるよ。そういう商品は夢の中で使えるだけじゃなくて、追加サービスを利用すれば現実世界に持ち帰ることもできるの。でもカーディーラーの窓口は最近公開されてないから、車を買うのは別の機会にしてね。ショッピングセンターの外側は広場になってるの。こっちに来て、美味しいものをご馳走してあげる。この人にはお子様メニューは。ここだよ。夢の中では上が一番貴重なスパイスだって話聞いたことある？ここにはピノコニーを代表する料理がほぼ全部揃ってるの。クロックピザにオークロールにルーサンサラダ、あと定番のスラーダも。好きなものを選んでね、私がおごるから。大丈夫、少しは蓄えがあるから。注文した？じゃあお会計するね。私このお店のオークロールが大好きなんだ。毎日一つは食べてるんだよ。だから毎日一つしか食べられないの。歩きながら食べよう。次の場所に行くよ。この人にお子様メニューは。なんで夢の中でも列に並ばないといけないのよ。あ、ここがさっき言ってたブランド品のお店ね。もう少し進むとグラークストーリー、黄金の時のメインストリートだよ。ついてきて。こっちこっち、面白いもの見せてあげる。見て、この像はピノコニーの有名なキャラクター、クロックボーイ。ピノコニーで一番歴史のある有名なアニメで、美しき夢の街で暮らす主人公クロックボーイとその仲間たちの冒険を描いてるの。これまでに1万話以上放送されてるんだよ。え、それはアニメがレトロなスタイルだからかも。でも知ってる？クロックボーイのモデルってあの有名な時計屋なんだって。知らないの？時計屋はピノコニーの歴史上の伝説的な人物で、無教世界の創始者、
夢を現実に変えた人なんだよ。時計屋の羊については諸説あってね、宇宙から来た商人とか監獄制の囚人とか、はたまた時計屋はただのシンボルで、そんな名前の人は最初から存在しないって主張する人もいて、誰も彼の素性を知らないけど、誰もが彼の成功を再現して次の時計屋になりたいと思ってるんだ。彼の事跡は銀河に伝わり、夢を抱いた人たちが次々と押し寄せてきて、次から次へと宴会を開き、今の宴の星を作り上げた。だからピノコニーでその名前を知らない人はいない。アニメのクロックボーイはおっちょこちょいで自慢話が多いけど、私ね、時計屋は七死人だって説を信じてるの。だって夢を開墾するってすごく開拓っぽいもん。あ、今ふと思ったんだけど、もし時計屋が本当に七死人だったら、彼は君の大先輩ってことになるよね。ねえ、彼と記念写真撮りたいと思わない？撮りたい。そっか、じゃあ他の場所に行こう。あれ、どうしたの？クロックボーイの顔に何かついてる？助けて！助けてみー！ここから出して！助けてみー！記念写真を撮りたいの？ならスマホを貸して、私が撮ってあげる。写真写りがいいんだね。助けて！助けてみー！ここなら出してみー！はい、はいはいはい！ありがとう、あなた！美しい人！ゾウがどうかした？なんで急にジャンプしたの？まつげ？でもクロックボーイにはそんなものないよね。君が大丈夫なら次の場所に移動しよう。ここからそう遠くないからついてきて。ここはもう見ちゃったね。次のとこ。あの遠くの建物が見える？あれが有名な大劇場、ピノコニーのもう一つの重要なランドマークだよ。すごく独特な輪郭をしてると思わない？現実世界ではあれはアスデナの中央監獄だったの。それをファミリーが無境の中で回収して、今みたいな光り輝くピノコニー大劇場になったんだ。建てられた時から大劇場は夢の世界のために調和の歌を奏で続けてる。そして一琥珀期に一度の調和セレモニーでは、ファミリーのメンバーが劇場に集まってハルモニア聖歌隊を迎え、ピノコニーに永遠の平和の祝福をもたらすの。私たちがいる場所はまさに黄金の時の最高の展望ポイントなんだ。ほら、
ここには特別に望遠鏡が設置されてるでしょ。もうすぐコンコハク期の調和セレモニーが始まるから、早めに席を取りに来てね。次は楽しく遊べる場所に連れて行ってあげる。この先はスラーダレクリエーションエリア、エディオンパーク。ここは人が多いから、はぐれないよう気をつけて。ここは黄金の時で一番規模の大きい公園で、ピノコニーのソーダ文化のシンボルでもある。あの超巨大なソーダボトルがスラーダ社の本社ビルだよ。スラーダの起源は監獄時代に流行った甘い薬で、スーサさんが発明したからスーサ水って名前が付けられたんだって。それから青函商人のエディオンがビジネスチャンスを見出して、スーサ水のレシピを買い取ったの。彼はそれに大量の気泡を加えてスラーダと名前を変え、さらにシロップ主義を打ち立てた。スラーダを飲むことは新しい生活様式だと主張して、それによって今日の奇跡的な成功を収めたんだ。知ってる？スーサ水の最初のレシピではユメミグサっていう今では絶滅した原料が含まれてたの。だから今ではピノコニーの夢でしか初代スラーダを味わえないんだよ。それにここでしかシロップ主義の本当の意味を理解することはできない。時間は人を待ってはくれない。早速だけどいろいろ案内してあげる。この自分たちを演奏してる楽器はスイートドリピノコニーの夢では多くのものや設備が屋室の影響を受けて自我を持ってるの。それがファミリーに飼いならされてゲストのためのスイートドリーム劇団になったんだ。でもそうしたものも危険な感情や記憶に影響されてあちこちで悪さをするナイトメア劇団になっちゃうことがあるから、うっかり遭遇したら必ず近くの警備員に助けを求めてね。あ、あそこにアトラクションの管理人さんがいる。管理人さん、こんにちは。私の友達は初めてピノコニーに来たんだけど、彼女のためにエディオンコインを交換してくれない？もちろん構いませんよ。無教パスポートを見せていただけますか？氏名は、はい、パスポートとコインをどうぞ。コインは全部で何枚ある？全部で10枚ですね。これでピノコニーのいろいろなアトラクションを存分に楽しめますよ。ありがとう。ほら、近くのアトラクションを体験してみよう。とりあえずの目標はコインを全部使い切ること。うん、思いっきり遊ぼう。どれから遊ぼうかな。君は初めてここに来たわけだし、一番簡単なやつから始めよっか。夢の並び替えとかラッキールーレットなら簡単に遊べると思うよ。アミューズメントマシンを。いきなり当たった。
すごい一等賞。君ってすごく運がいいんだね。ポイントが足りない？どこでチャージすればいいんだい？今度こそは絶対に。君は遊んでて、私は飲み物買ってくるから。ホタル遅いな。なんでまだ戻ってこないんだろう。あれ、ドリンクバーの方に行ってる。アミューズメントマシンを叩かないようお願いします。もう飽きちゃった？ちょうどよかった。私もちょっと疲れちゃったんだ。ドリンクバーで少し休憩しない？楽しんでる？この夢の地、ピノコニーの黄金の時ってすごいと思わない？別に悲しいわけじゃないの。ただこの夢はあまりに慈愛に満ちていて、寛容すぎると思っただけ。広大で深くて、まるで大海原のように、名もなき小さな人も、その中では安心して眠ることができる。君が助けてくれたこと、本当に感謝してるの。そのおかげで、私はこの楽園を紹介することができるから。私はここに属さないけど、ここは私を受け入れてくれた。私もここを愛しているから、他の人と共有したかったんだ。私は、少なくとも今は。その、もう少し近くに来てくれる？もっと近づいて、君に聞きたいことがあるの。ねえ、君はピノコニーに一人で来たの？あ、そうだったんだ。気づいてるかどうかわからないけど、私さっきから君を連れて遠回りしながらいろんな場所を案内してるの。それは誰かが君の後をつけてるから。振り返らないで。彼のターゲットが君なのは間違いない。私たちがギャラガーさんと別れた時からずっとついてきてる。君の友達かなとも思ったんだけど、なんとなく違う気がして。その人の身長は180センチ前後、誤差は2センチ以内。体格はたくましくて、明らかに鍛えてるのがわかる。歩幅は大きいけど足音は聞こえない。とても軽快で、こういう歩き方は足跡が残らない。彼は戦闘に長けてるみたい。特に秘密裏に行われる戦闘に。手のひらは大きいけど、指は細長くて柔軟。多分刃物の扱いに慣れてるんだと思う。短剣とかナイフとか。そういう人知り合いにいる？ワインレッドのコート、グリーンの瞳、ダークブルーの髪。あ、来た！おや、僕の大のお得意様、開拓者のお姉さんじゃありませんか。本当に久しぶりですね。
まさかここであなたにお会いできるとは思いませんでした。いやはや本当に運がいい。僕に会ったことがそんなに意外ですか？これも全てあなたのおかげ。ヤリーロ6の門戸が開かれたんですから。この人は？おや、美月さん、僕のことを忘れてしまったんですか？ベロブルグではあんなにあなたたちを手伝ったのに。私はホタル、アイリス家の役者だよ。ああ、そうでしたか。やっぱり。それほど時間が経ってないのに、こんなに大きく顔が変わるわけありませんもんね。お会いできて光栄です。僕は散歩。彼女の古い友人です。よろしくお願いしますね。もうそんなこと言わないでくださいよ。冷たいの。サンポさんはピノコニーで何をしてるの？何をしているかって？あっはっは。お嬢さん、面白いことを聞きますね。あちこち歩き回ってハクチュームを見て休暇を過ごしているだけですよ。ピノコニーで他にできることなんてないでしょ。あ、そうそう、ちょうどよかった。せっかくピノコニーで会えたんですから、よければ僕にこの近くを案内させてもらえませんか？あなたたちのことはずっと観察していました。ホタルさんは本当にピノコニーのことをよく知っているようですが、大人の遊びについては僕の方が一枚上手かと。大人の遊び？どうやら図星のようですね。さあ二人とも、この散歩が大人の世界を体験させてあげましょう。